ビーチに乗ります。これから福岡は空港からその町の中心までが近いっていうことはなんか聞いたことあるんで、これから地下鉄に乗り込んで移動したいと思います。で、先にチェックインするか、それかご飯食べちゃうかっていうのは微妙なんですけど、結構ね今お腹空いてるんでどうしようかなっていう感じで、まあ機内の中でもそうだね、ずっと音楽聴きながら、あとは40分ぐらい寝たりしてリラックスして過ごしましたってな感じです。今我々はどこにいるんだ。ここか。今ここにいるので、今日え近くに博多、え、うっそ、こっからここめっちゃ近くね。いくら260円、安い。博多駅着いたぜ。うわー、今日泊まる宿です。ホテルユニゾーで、あっちがね博多なんですけど、博多駅なんですけど、そこからまあ歩いてそうだね15分ぐらいかな、10分ぐらいかな、ちょっと迷いながら来たんで、まあそんなに遠くもないって感じです。ユニゾーあっち上参ります。6階らしいです。なんかお水ももらっちゃいましたけど、行く先ボタンを、ごめんなさい。何を話そうと思ったんだっけ。そう、6階ね。そう、お水もいただいて、あ、なんか喋ろうと思った。あ、そう、めっちゃ旅人感ありますよ。旅人感っすね。625、え、めっちゃよくね、めちゃめちゃよくね。625番、こっち、はい、と、よいしょ。あ、めんどくさい。よいしょ、よいしょ。おいー、お、いいじゃん、いいじゃんかね。おー、びっくりした。今トイレの音したから誰かいんのかと思った。お、いい感じですね。イエス。そうで、ここが一泊いくらだったか、3000円だったかな、3500円とか、安いでしょ。そう、安いのでここにしましたって感じかな。今6時20分でございますけど、これからねちょっと時間はありませんが、まあラーメンなど食べていきたいと思います。それではバイバーイ。ホテルから、まあ、歩いてそうだね20分ぐらいのところに来てて、博多駅あって、僕のホテルここなんですけど、ちょっと仙台省みたいな感じ、ちょっと遠かったんですけど、まあ遠くもないか、いろいろ街並み見ながら歩いてるとすごい楽しかったのですが、今日はですね、あそこの博多一層さんっていう博多ラーメンのお店に行きたいと思います。なんかね、食べログかな、あとなんかまとめサイト的に
めちゃめちゃ上位に来てて、うん、しかも博多駅にあったんで、これはちょうどいいなと思って、ここにしまーす。行こうか。ありがとうございます。これが博多ラーメン。おはようございます。今日の朝食です。結果ね、これが一番コスパいいんだよね。で、これからここはね、福岡の博多駅なんですけど、これからバスに向かって、バス停かに向かって歩いていきます。あれが福岡駅だ。でかいね。博多高速バス乗り場に到着です。じゃあ、うん、あ、なんて席でしたっけ。8Dです。はい、鹿児島に到着しました。ここはね、天文館っていうところかな。天文館っていう通りというか、都市っていうか町の名前です。これからもうめちゃめちゃ暑いんですけど、もう汗かきまくりで、マジで鹿児島えぐいなって感じなんですけど、なんか本当に南国っぽい感じで、空気がもわっとしてて独特な匂いが漂っててみたいな感じです。で、これからね、今2時なんですけど、1時間ちょっと早いんですが、ホテルにチェックインしようと思ってます。まあ暑いからね。これがここです。サンデーズイン。ホテルは11階らしいです。めちゃめちゃ甲子園やってますけど、こっちには三脚ついてるみたいな感じなんですよ。で、1111。お、いいね。1111。暑いぜ。ここだ。何？いやいやいや、いいじゃんか。まあ普通のビジネスホテルですねって感じ。よいしょ。こんな感じ。うん。あ、温泉なんかあるけど温泉、まあ普通の感じです。今日僕が持ってきたものを紹介しようかなと思って、寝袋の上からこれを着るっていう感じ。ここから火が出てくるの、ガスバーナーみたいな。ボーッ。俺ホテルで何してんだって話。